んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、勝ち負けにこだわる自分をやめるです。負けるのがとても嫌な人がいますよね。いつも誰かと比較して、あの人より私は勝っている、あの人に私は負けていると、いつも勝手に勝負しています。この人たちはなぜこんなに戦っているんでしょうか。それはもともと自分は素晴らしい存在だと思い込み、王様のようにみんなが自分より下だと認識しました。つまり赤ちゃんの時、とても褒められ可愛がられたんですね。そのためにみんなよりも自分が上なのは当たり前と感じたんです。でも残念ながら誰かのために負けました。兄弟かもしれないし、友達かもしれません。自分が一番上だと思っていたのに、それが崩れた時のショックは大きく、そのために必死になって自分が上だという証明をしたくなったんです。自分はこのままじゃダメなんだという脅迫観念が残り、まるで爬虫類みたいに人に勝とうとします。もしあなたが部下を持つことになった時、自分の部下があなたより優れていると、もう腹を立て追い出したくなるでしょう。もちろん会社ではそれはできませんから、結局あなたの方が耐えられなくて仕事を辞めてしまうかもしれません。困ったことですね。でも全てで勝てるはずもありません。ですからどこかで必ず負けますよね。この人たちの向かう方向は、勝てる範囲を狭めて一点集中にすることです。そうすれば絶対に勝てます。向上心があるので素晴らしい能力を作り上げることができるでしょう。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは負けるのが悔しいんだね。いつでも誰かと比べていて、能力であの人に負けたとか、持ち物で負けたとか、一人で勝負ばかりしているよね。勝っている時は偉そうにして人をバカにしているけど、負けている時にはすごく悔しくてイライラするよね。大人の私はそれですごく困っているよ。あなたがいつも負けただの勝っただの言っているから、とても疲れるんだよ。勝っていると偉そうに人をバカにするのもみっともないし、負けている時は嫉妬心があらわで、それもまたみっともない。本当に子供っぽくって情けない。会社ではまだ気にしていないふりをしているけど、家では悔しくて当たり散らしているよね。本当にみっともないね。いい加減にしなさい。そんなことではあなたはそれ以上上に行けないよ。それは完全に負けるってことだよね。あなたの未来は負けの人生になってしまうよ。それは嫌だよね。大人の自分はあなたに教えに来たんだよ。そもそもあなたが勝ち負けにこだわるのは、スタートから負けていると思っているからだよね。自分は負けてる。だから勝っているところを見つけて安心したいんだよね。あなたは悔しかったんだよね。自分はこのままで当然勝っていると思っていたのに、負けていると分かった時悔しかったよね。このままじゃダメなんだって思ったよね。あの子よりもうまくできなかった、あの子よりも可愛くない、そう思ったんだよね。だから勝ちたかったんだよね。何が何でも勝ってやるって思ったよね。大人の自分はそんなあなたにとても感謝しているよ。そのおかげであなたは向上心を身につけた。負けのままで逃げたりしなかったよね。ありがとうね。
でもね、もういいんだよ。あなたはそのままで受け入れられているよ。そのままで愛されているよ。そうじゃないと思ったのはあなたの勘違いだよ。あなたが負けると歯ぎしりするほど悔しいのは、人があなたをバカにすると思うからだよね。それはあなた自身が自分よりも劣った人をバカにして否定してきたからだよ。周りはそういうふうに否定していなかったんだと知りなさい。誰だって勝っているところもあれば負けているところもあるよ。そして素直に自分の負けている部分を認めても、誰もあなたを否定したりしないよ。負けを認めてもそれは永久の負けじゃないんだよ。全部を勝とうとしなくていい。たった一つでいいから、誰よりも素晴らしいものを持っていなさい。それが勝ちの人生なんだよ。自分が一番勝ちたいところだけ伸ばしていきなさい。できるよ。あなたは向上心があるからね。大丈夫。大人の自分はあなたが大好きだからね。